も応援ありがとうございます。これからも頑張るのでよろしくお願いします。大丈夫ですか？放送事故ですよ。あとね、本日はちょっと異業界のお兄ちゃんがもしかしたら、あ、そうなんですよ、いるかもしれない。黒柳さんですよね。白柳さんですよね。宮下さんにいつも言われてる。あ、宮下さんにいつも言われてる、はい、わ、これ 白柳ショートコントとか考えていけんなって思う。いらんこと言って。なんかね、ちなみにね、宮下さんもね、はい、梅原さんのことがすごい好きで、あ、ですよね、まあ、ありがたい。あの、ヤギと交換してくれって言ってるんで。まだ目が死んでないヤギって言われて。そんなにヤギさん目死んでますか？そんなことはないですよね。僕もあんまりあれですけど。似てますか？そう、あ、まあ、確かに似てはいます。ますか、はい、ヤギくんが金髪にしたらこんな感じだろうなっていうのは、はい、思うんで、ちょっとまあタイミングがあったらちょっと、はい、2人でね、並んでみて比べてみましょうか。はい、見つかりました、生き別れのお兄ちゃんが。あ、見つかりました、やっと見つかりました。はい、はい、ちょっと感動の再会といきましょうか。感動の再会は、はい、じゃあちょっとお兄ちゃんお願いします。兄です。兄です。兄ですか？はい、あ、大丈夫です。兄で大丈夫ですか？兄です。兄です。ということでね、2人が似てるっていうお話なんですけれども、はい、個人的にはどうですか？会ったことは？そうですね、はい、宮島で。そうだね、そんなには意識はしてなかったんですけど、はい、自分の兄弟子の宮下さんが特に似てるぞ似てるぞって。はい、宮下さんからのお話では、どうやら梅原くんの方が好きみたいで、もうヤギと交換してくれって言われたんですけど、僕じゃちょっとどうにもできないんでとは言ったんですけど、ヤギくんが目が濁ってると。わ、まあまあそうですね、濁り切ってる。いや、はい、こういうなんか純粋さがないっていう風に宮下さんはおっしゃってて、そう、確かになんか梅ちゃんは爽やかなのに、ヤギはなんか目が死んでるとか、野良犬だとか。野良犬、はい、飼われてる犬と野良犬みたいな。ちなみに、はい、なんで濁ってるかっていうのも教えてくれたんですけど、宮下さんが。はいはい、なんでだと思います？まあ、定海がそうさせたのかなって自分は思うんですけど。ボートレースの方の波に揉まれてじゃないけど。そうですね、はい。なんか一応その宮下さんが言うには、はい、ヤギは、そんなわけない、そんなわけないじゃない。まあ、ちょっと P でいくんですけど。大丈夫ですよ。冷や汗ダラダラです。冷や汗ダラダラ。まあ、ということで、ちょっとこんなお兄ちゃんなんですけど、大丈夫ですか？あ、もう、はい、僕の未来の姿だと思って。未来の姿。目死んじゃうから。でも、もうあと3年もすれば、こういうなんかちょっと影が、はい、出てくる。自分も数年前はこんな感じだったから。あ、なるほど、はい。まあでもね、ちょっと影が出てくるとまたギャップが生まれるかもしれないから。そうですね、可愛らしい声と、はい、こう黒い部分みたいな、はい、ギャップがね、やっぱギャップって言いますよね。そうですね、はい、ちょっとまだ声高いですね。そうですね、はい、これも低くなっていきます。だんだん自分もだんだん低くなってきたんで。やっぱタバコですか？いやいやいや、もうあー性能でいいですか？はい、性能で。はい。性の。立ち釜。立ち釜。取れました今の。大丈夫です。なんか急に裏切る。裏切りましたけど、ね。え、じゃあ普通にこっちの方が良かった。いや、じゃあ普通のやつも取ってみよう。普通のやつも。性の。立ち釜。ちょっと間違えた。もう一回で。いやいや、もういい。大丈夫、OK。大丈夫。